アリーナ、すでにリングサイドに長いを引いた姿を見せました。これはライオネスアスカのセコンドにおそらくはつくものと思われます。フジテレビ開催だとジャパングランプリ注目の一戦です。まず縦のノリオ選手が緊張した表情で入ってまいります。ピンクのガウンです。青コーナーに登場は縦のノリオであります。そして例によりましてデモンストレーションです。一瞬場内が静寂。そして今フラッシュのテーラーが勝っております。さあライオネスアスカに入場してまいります。赤コーナーです。今満員のクラッシュファンが声を揃えてクラッシュギャルズライオネスアスカの入場を呼びかけております。ビアガウエにも興奮の度を増しております。品川プリンスホテルアイスアリーナ、フジテレビ開催を出すジャパングランプリ、いよいよ大詰めを迎えようとしております。クーリングサダンライオネスアスカ、今赤コーナーから入場を見えます。セコンドは長代千草。藤井エビングアナウンサー、選手紹介の前に既に数多くのテープが乱れ飛んでおります。ライオネスアスカ、ものすごいテープの数。しぶとさ抜群でやります。縦のノリオマニアの活動の表情を見てましたら、ライオネスアスカに投げられたですねテープの数にもですね全く動じないといった表情をしてましたね。そうですよね、はい、もうここで一発食ってやろうというね。そうでしょう、なかなかの目もね輝いてますよね。はい、さていよいよ今日ここでまあ、前半戦の総決算といいますか、フジテレビ開催だジャパングランプリ優勝者が決まるわけでありますが、現在三つどもえですね。そうですね、はい、現在この試合前のですね、ライオネスアスカ選手が現在6点なんですよね、はい、それでですね、ダンプ松本そして長代千草の両選手が、6点5点でリーグ戦を終了しまして、はいはい、すでに、まあ、決勝戦進出を決めてるわけですよね、でここでですね、ライオネスアスカ選手が勝ちますと7点となって逆転トップに立つわけですよね。そうですね、はい、ですからライオネスアスカ選手としてはこの試合に負ければもう優勝はありません。そうですね、勝てばですね今日この後行われます長代千草ダンプ松本この試合の勝者と対戦するわけですね。そうですね、はい、そういった意味でファンはもう大変であります。とりあえずこの試合ライオネスアスカ選手は勝つかあるいは引き分けるか、これしか決勝進出の道はないわけでありますが、いきなり縦のノリオ選手、なんとライオネスアスカ選手に対しまして平手打ちであります。やりましたですね。そうですよね、はい、思わず大沢一美ちゃん悲鳴を上げておりますが、いや縦のノリオ選手の投手も大変なもんでしょう。すごいですね。ねえ、縦野もあのリーグ戦ではあの、ダンプ松本そしてあのデビューマサミとですね、引き分けに持ち込んでますからね、はい、そして今アスカあるいはノリオといった大きなコールが場内に巻き起こっております。もう興奮の極といった感じであります。さあノリオは後世の距離かけが入りました。まだ入りましたがってあります。さあ3が入りました。いやえぐるようなキックであります。そしてこのままどうでしょう、パッケージホールド、これはダメ、これはカウント2でした。いやそれにいたしましても力が入ります。長身のトニー松崎レフリーであります。カウントを取る、そのカウントの取り方にも力がこもっております。臨場さあライオネスアスカか縦野伸雄か、まあ縦野としてはここで一つ食ってやろう、そういった気持ちがありありと表情に出ております。まああのアスカにすればですね、はい、負けられないというプレッシャーもありますからね、まああの縦野の方がリラックスに戦いますよね。そうですよね。いやまああの秋山さんね、はい、今クラッシュギャルズが大変な人気なんですが、その一人ライオネスアスカ、はい、ね、印象はいかがですか。初めてね今日見るんですけどもね、はい、
でもあの縦の選手の平手打ちというのはいきなりさっき驚きましたからね、やっぱりいきなりやりました、すごいですね、あれね、いい根性なんですよ、今人気最高、しかも先輩でしょ、なかなかやられることじゃありませんよ、あなたの技というよりもやっぱり挑戦状ですね、そうそうそう、はい、あれができるってことはあの気分的に負けてないですよね、はい、さあ今度はようやくアスカの反撃であります、プレーに入りました、さあ今度はキックでやります、勝つためには優勝するためにはこの縦のノリを破るしかありません、今日はライオネスアスカ選手のお母さんもねリングサイドで観戦中であります、ちょっと下を打ちました、ここは縦のノリを取って絶好の簡単なノリパット入りました、縦の18番ではあります、得意中の得意だ、さあもう一発入った、振り込んでいった強烈なジャッピングのノリパット、しかし縦のもみぎ膝をちょっと痛めました、いやー迫力十分の試合が展開されております、ジャンピングニーパッドで今縦の自分の膝を痛めましたよ宮本さん、そうですよね、非常にあの打点が高いですよね、いつも本当に、まあ、よく見せる技ですけどもね、今日は本当スピードも、ね、気合いが違いますよね、頑張れ頑張れ、さあ、ちょっとね場外に逃れましたね、はい、場外に逃れて一息、そしてリング上から睨みつけております縦のノリを、まあ、あの松田聖子ちゃんもね結婚いたしましたけども、縦のノリオ選手は、女子プロレスに入った時は女子プロレスの松田聖子ちゃんとして可愛さが売り物でした、その縦のノリオ選手髪も短く切りました、大きく変身、今や実力者縦のノリオになっております、対等に戦っている縦のノリオ大したもんだ、ライオネスアスカ表情もそして目つきも変わってまいりました、さあもうライオネスアスカとしては一歩も後に引けません、どちらかというと縦のノリオ選手優勢のうちに試合が進んでいる中盤であります、この試合は30分1本勝負、フジテレビ体操脱ジャパングランプリ、いよいよ今日最後の敵を迎えようとしております、果たして優勝はこのライオネスアスカか、あるいは長与千種かランプ松本か、おーっと誘い固めに入ります、サトリの体勢に入りました、懸命に逃れる縦のノリオ、今ロープレークを命じておりますトニー松崎、バックを取りました、おーっと後ろに落とした、さあ反撃に転じました、上からコーンの体勢に入りましたがこれはカウントワンであります、縦の前線検討です、金星を上げるかどうか、さあ今度はどうか、いやーめっちゃいいカードを掴むことに決まりました、縦の18番であります、危ない、ライオネスアスカ危ない、そして今ヤンロープ、ここから一気にキックに行った、このまま飛んだラインのラリアートであります、さあカウントはどうかどうか、いやーなかったカウント2であります、ライオネスがアスカ危ない、危なくなりました、またいったー、これはうまくかわしました、完全に首を蹴った円錐蹴り、後頭部に入りました、ライオネスアスカ一気に勝負を決めるか、さあこのまま落とすか、サイドドライバーが炸裂いたしました、そしてどうするんでしょうか、今2段そしてトップロープに上がった、一気にいった、これは空振りであります、膝を打ちました、勝負を決めようと焦りました、いやピンチを出しました、おっと縦野が一気に飛んだ、縦野が飛びました、強烈です、しかしこれはうまくかわしました、オブライン選手がまともに受けました、さあロープウェイのブレンバスターが入っている、ライオネスアスカこの辺りは見事体勢逆転でカウント入った、3つ入った、鮮やか逆転勝利、ライオネスアスカさすがに最後は貫禄の勝利、ああ今健闘を迎え合っております、ライオネスアスカそして長与千種、しかしこの2人があるいは優勝をかけて戦う時が
この後すぐに来るかも分かりません。品川プリンスホテルアイスアリーナであります。